はい、いつもご視聴ありがとうございます。テーマチャンネルでございます。ということで、レジロックですね、8月16日だったかな、だいぶ昔の、スクリーンショットの動画になりますけども、実況していきたいと思います。レジロック最終日ですね、まあ一応頑張ろうということでね、もう最後だから一応やろう、レイドパスもここで使わなきゃなくなっちゃう、もったいないから今やろうということでやっていたのバトルでございます。まあこういう風にですね、格闘系でね、ひたすら戦っていけば潰せたので楽だったと思うんですが、まあ13人だから多少苦戦するのかなみたいな感じで、ツイッターの通知がよく来ちゃいますね、残念という感じで、どん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 戦っていったら、まあやっつけちゃったというわけでございます。はい、ということで、はい、もうやっつけられました。ちょっとね、通知隠しのために画面の方拡大した画面でお送りしております。ごめんなさいね。ということで、今、ゲットチャレンジの方に順当に参りたいと思います。まあ、金釣りは安定ということで、まあ、まずは1投目から、サークル固定もしっかりやって、まあ、早く暴れて威嚇してください。威嚇したから投げます。ちょっと時間がずれたけど、カーブエクセレントが決まった。まあこんな感じでいきましょう。幸先のいいスタートですね。幸先ってのは突然悪くなったりするのはよくある話。早速2投目に投げましょう。よしとカーブを投げたが外してしまった、サークル中央を大きく外す展開。まあ当然それはこんなもんでしょう。まあただ円に入っただけでもよかった。ということでちょっとサークルがピーになりつつね、グレートをカーブブレッドを決めてしまう。またツイッターか何かの通知が来てしまった。防災速報っぽいね。まあなんだよ。ということで、4球目かな。までやってまいりました。このですね、いい感じに投げたんですけど、今のところがダメだったなということで、もうなんか完全にサークル固定とは何だったのかみたいな感じですね。あるあるですね。さあ、行ってくれるか、2回でダメ。はい、さて、いよいよあとわずか、残り5球でございます。5球もあるから決まるでしょうとばかりに投げたのですが、大きく外してしまった。まあ、当ててね、ボールに入っただけいいんですが、まあ、当然こんな結果になるでしょう。ちょっと勢いが弱かったが、さて、投げたい。いい感じにカーブエクセレントが決まる。これは入ってほしいところ。なぜ回転すらしない。バカなのか。切れそうである。いい感じですが、おっと、これもまたカーブグレードが決まった。よくよく決まってくれる、そんな感じの状況でございます。あー、ダメだった。ということで、いよいよ恥ずかしながらもラスト、2球ということで、ここでは決めたいところを投げます。お、カーブエクセレントが決まった。ここで入ってほしい、入ってほしい、入ってくれ、入って、ダメだった。最後の1球、最後の1球、絶対決めるぞ。最後の行かせてくれ、決まらせてくれ、決めらせてくれ、どうだ、行くか。お、中心を外して、はい、だ、ということで、最後の最後にレジスチルは逃げられて、私のポケモン GO レジスチのレイド活動は終了となりました。ご視聴ありがとうございました。